はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、またまたねスプライト、まあデッキの派生というか、スプライトイビルツイン、まあ通称スプラツインデッキ、こちら使っていこうと、思っております。まあ、スプライトがそもそもまあギミックとして強いんですけど、スプライトって何と相性がいいかっていうと、レベル2のね、モンスターを要する、まあ、レベル2ランク2リンク2あたりを要するデッキと非常に相性が良くて、まあ、スプライト何と合わせてもいいんですけど、やっぱイビルツインがねかなりあのレベル2の、モンスター群プラスラ、リンク2のモンスター群なので非常にまあ相性が良くて、今日はこのギミックと、まあ、スプライトを合わせてきました。はい、スプライトをあの混ぜると、まあ、何ができるかっていうと、まあ、今まであのキスケルリーラーを展開するときにやっぱそこまで展開力なかったんですよね、イビルツインデッキは。まあ、あの一応エントランスとかで貫通することはできるかもしれないけど、エントランス使ったら、ね、キスケルリーラーとかあのイビルツインしか出せないみたいな縛りがついたりとか、あと単純にその、キスケルとかリーラーを無限保養とかエフェクトベイラーとか、あとガンマとかでしょられるともう何もできないみたいなことあったんですけど、今回の場合は、まあ、スプライトが貫通札になってまして、まあ、スターターとかね、それからまあ緊急テレポートとかこういうカードでねレベル2をどんどん供給していくと盤面にモンスターが残り続けるんで、まあ、あの簡単にねキスキルリーダーもつながると。でキスキルリーダーのいいところなんですけども、キスキルはまあ一応リーダーがいるときに特殊召喚するとワンドローできる。でリーラは、キスキルがいるときに特殊召喚すると1枚カード破壊できるっていう効果あるんですよね、フィールドのカード。この、ね、リーラの、ね、破壊するっていうカードがとても相性がいいギミックがこれ、うん。まあ、キスキルリーラもともと使ってる人はこのデスサイズ入れてる人もいたかもしれないですけど、スプライトによって展開力がかなり上がったので、かなり相性が良くなりましたね。やってることはユニオンキャリアでドラゴンバスターブレードを装備してるあの感覚に近いですね。アーティファクトデスサイズが特殊召喚成功すると相手もうあのエクストラ時から何にもモンスター出せないっていうなんかすげえ縛りつくから、まあ、こいつの効果を通していくと。でそれの効果を発動するために、アーティファクトダグザーとかね、入ってるんですけど、この辺のカードを経由していくことによってデスサイズをあの無理なくセットすることができる。だから展開力すごいから結構余るんですよね、あの素材が。なので、まあ、ダグザーからの、まあ、エルフでキスキル蘇生してダグザーエルフした後に、ダグザーを、使って、キスキルリーダーの動きを始めていくみたいなことができるんで、イビルツインがあの効果使っちゃうとエクストラデッキから悪魔族しか出せなくなっちゃうんですよね。だからこれの展開を使う前にダグザとかエルフとかもう出しといて、ほんで一番最後のところでキスキルリーダーの展開をしていくみたいな感じですね、感覚的には。はい、まあ、あの回し方結構癖はありますが、あのこのデスサイズの制圧が強いっていうのと、まあ、展開力強いので見ていただければなというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、やっぱ環境デッキって撮影めちゃくちゃ楽だわ。ああ。あのね、いつもね、まあね、皆さんね、ちょっと知らないかもしれないですけどね、僕はあの、うんこみたいなデッキいっぱい使ってるんですよ。あのね、撮影大変なんですよね。いや、これマジで。撮影めっちゃ大変なんですけど、やっぱその、ある程度の、まあ、その強さが約束されたこの環境デッキってのはま強いわ、普通に。あ、マジで。楽、ね、一瞬で撮影終わるもん。いや本当になんかいつもだったらさ2、30戦ぐらいしてさ、まあやっと1試合取れるかどうかみたいなさ、そういうゲームしてるからさ、なんか10戦ぐらいしてあこの時強いわってなってなんか追われるの最強じゃない。あー強いねーってなって あんま考えるとないもん、強いから。一応イビルツインはあのデスサイズこれセットする型にしてんですけど、これ他にも型あんのかな。まああのイビルツインなんかその展開力が結構すごくて、あのしかもリーラのね効果の破壊効果が結構あの相性いいっていうことでデスサイズ割れるということで、まあ、ちょっと出すかこれなんか適当に出すわ、なんか分かんないけど余ってたから出すわ。でまあ、とりあえず一回ギガンティッキングスプライター出していくか。こことこれでギガンティックスプライト、はい。皆さんちょあのイビルツインスプライト使ってる方に聞きたいんですけど、どういう方にしてます？なんだかんだね、ちょっと裏目はいろいろあるんでね、デスサイズも。まあ、通ったらめっちゃ強いですけど。ジェット特殊するでしょ。まあ、これはさすがにスプライト、スマッシャーズを持ってくればいい。いや、このね、ガンマバーストマジ強いからね、1枚は絶対入れた方がいいっていうのはね、あの、スプライト使って思ったね。うん。で、もういらないから、エルフ
フ、スプラ、スプラじゃねえや、イビルツイン自体がそこまで強いギミックじゃないからな。まあ言うて、まあアドバンテージを稼ぐし、結構破壊はしてくれるけど、言うて相手の効果は無効にして破壊とかそういうのじゃないし、ねえ、まあ、やること結構可愛めなんですよ。まあ、可愛いテーマなのでね。なんで、まあ、そこまでじゃないという説はあるんだが、一回 IP 行くか。スプライトジェットと、レッドじゃなくて、一応こっち使う？レッド残せないから、まあしょうがないか。で、マスカレーナ。で、これマスカレーナじゃなくて、これあれかもしんねえな。ガム入ってるから、サイフレームでもいいかもしんないね。ここね。まあ、ちょっと枠ないけどな、このデッキ。このデッキとにかく枠がないんだわ。とにかく枠がない。で、カイル入ってないから、サイクルネーム出してきて戻すってこともできないし、なんかいまいちな気がするな。で、まあ一応とりあえずリーダー。で、気づけるとリーダーでリーダー出す。で、あ、てか、マスカレーナこれ右だな、これ、出すの。リンク先、微妙だな。ミスったわ、ごめん。これマスカレーナ真ん中じゃなくて、これ右側出しておいよ、これ。これ、キスキルのリンク先、これこっち側じゃ。リンク先、完全に、あ、エアブラッドわ、これ。これ、エアブラッドわ。増殖きた、神。いや、これ、これで、まあ、一応、キスキル出すんですけど、これ、リンク先知りますね。これ、一応、相互リンクで、トロイミアに行こうで、ワンドロー入る、はずなんですけど、普通だったら。これ、なんか、謎に俺、マスカレーナを右側に出した、あ、右側じゃない、真ん中に出したことによって、普通にリンク先知りました。すいません。ごめん。ちょ、意味わかんない出し方しちゃった。ごめん。じゃリンク先死んじゃった。ゴミやった、アブリング。皆さんはぜひマスカレーナ右側に出してください。逆に言うとあれかな、ゼアル、ゼアル系モンスター、ゼアルサーバス、アセンドセージいいだろ。エクシスフェスティバルでは猛威振るってると言われているが、とりあえず増殖する G 打っていくか。で、ここで墓穴って言われたら増殖する G をエルフで釣るっていう動きできるんで、最強すぎる。増殖ケアも、は、羽ぼうき。なるほど。羽ぼうきはいいですよ。羽ぼうきは全然いいです。なんでかっていうと、こいつが破壊されるからです。はい。どうしますかね、相手。こうなっちゃいますけど。エクストラからモンスター出せませんけども。あの時、エクストラからモンスター出せなくなって、なんかできることあんの？これ、ユニオンキャリアでドラゴンバスター装備してるみたいなもんですからね、これ、やってること。普通に。なんかできるんですかと。まあ、そうだよね。まあ、そうなるよね。いや、そうなるんだよ。このデッキクソデッキだわ。なるほどね。なるほど。これ、悪くないハンディングですね、これ。悪くないハンディング。キスキル、ちょっと被ってるのは痛いが、キスキル召喚効果。リーラ出し、うわ、うざー。増字投げるか。増字投げよう。うらら打ってくれたら嬉しいな。うらら打ってくれたら嬉しいな効果。どう？はい、なるほど。やるじゃん。で、サイフレームギアガンマ効果特殊召喚で出てくる。で、バッチコーン破壊される。スターター来る。で、スターター打つ。で、ここに、うめえ相手相手、うんま遊戯王相手、遊戯王、うんまエンドレス。やることないんで。まあ、でも、相手の反動3枚か。まあ、うさぎある。なんとか、うさぎでなんとかできる、これ。まあ、一応、スターが2枚目なんだ、強いですけどね、これね。あー強えいや、もう画面しかないね、じゃあ。もういろいろ画面しかない。もうこれはもうギガンティックスプライト出してくれることを祈って、ギガンティックスプライトにウサギぶち込むしかねえ。あ、キャロットはいい。ブルーやめて、マジで。2体で、あ、ギガンティック来た！神。神。神。シェッ。シェッ。
イナティックスプライトはエクシス素材を、エクシス素材を取り除かないと効果発動できなくて、効果で取り除くんで、これは普通に無理でになって普通に死ぬ。で、買い物で一応蘇ってはくるから、レベル2がいないと今もう無理で、これ結構積んだ説ない、相手も。よし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 。これがあるからウサギ強いんですよね。今ね、結構入れてる人多いと思いますけど、これはさすがにスターターがあると。で、うららって言われたらガンマって言えばいいから。あ、OK。ない。ブルー、特殊召喚。で、特殊召喚効果。これはスプライトジェット持ってきて、で、ジェット特殊。はい。で、スターターもあるから、これガンマバーストかな、これ。8000取り切れると思うんだよね、これ。このターンで。ガンマバーストで。で、こっから展開のバスがいいから、ギガンティックスプライト出す。もう一回、ウサギって言われたらきついよね。ここでウサギって言われると結構きついものがあるか。はい、で、ウサギ持ってますかと。ウサギさん持ってますかという話。ない、オッケー、危ねえ。で、スプライトブルーを、墓地を送りながら、どれだこれ。リーラかな。リーラいねえからリーラ出して、で、キスキル出して、はい。で、こっからエルフか。こいつはね、ほんと打点低いからね、かなり気使わないとワンキルは取れないんですよね。ガンマバーストあるんで、とりあえずレベル2をめっちゃ並べれば、レベル2とかランク2とかリンク2をめっちゃ並べればいけるんですよ、多分。だから、多分キスキルリーダー並べんじゃんかな。一旦エルフ効果増するでしょ。で、ブルージェット置くだけのブルー出して、で、キスキルリーダーだな、さすがに。ブルーとキスキルで、キスキル。はい。で、キスキル効果でリーダー蘇生。はい。一応、開門も割れますね、これね。なんかリーダーの効果で一応。だからまあ次のターンの初動も、まあ多分ワンキル取れるとは思いますが。で、ここで、リーダー出して、でリーダー効果で、これまだ召喚権僕使ってないんで、これでモンスター生き物引いてくれたらでかい、かなり。これ、なんか、生き物引いてくれ、生き物。生き物係、頼む。ワンドロー。ゴー!あ、ナイス。一応出す。これ打点さすがに耐えた多分。で、召喚一応効果発動できないけど、で、これでバトルフェーズ入ればいいんじゃない。バトル。さあ、このガンマバーストの威力を見せてやるぜ。うおー、ダメ捨て。んじゅらー。うおー、おらー、すごい打点だ。やはりこのクソラゴモンスターたちの打点を補えるガンマバーストが最強。ガンマバーストしか勝たん。対戦ありがとうございました。お、いいね。このフィールド揃ってる時のなんか統一感やばいよね。トリシューラなんかあれだよな、上から見るとダセえなあれ。なんか首なんか洗濯バサミみたいな感じになってんだなあれ、頭あれダセえなあれ、まあ、とりあえず一旦リーラ持ってきます。で、リーラ召喚します。効果発動します。何もありません。終わりました、世界が。で、キスキル、トリート持ってきて、で、キャロットで一応魔法トラップケアして、一旦ニビルケアギガンティックかな。で、ここと、ここで。必ずね、ギガンティックスプライター4回目の、着地に、しないと、普通にニビル踏むんでね。まあ、ニビルケアできるからさ、できるもんはしといた方がいいから、まあ、一応それちゃんとやりましょうね、皆さんね。で、これどっちもいいな。で、ですね。カエルないからな。ギガンティックの、で、なんだろう。持ってきてたやつ回収できないから、イビルツインはね、ちょっと入れてるわけないから、カエルをね。なんで、まあ、とりあえず一回ちょっとこうしまして、でもぶっちゃけ入れてるわけなくもないかな。普通に今、デッサイズギミックとか入ってんだけどさ、なんかその辺カエルにしてさ、もうなんか、
カエルイビルツインスプライトみたいな感じにしてもいいかもしれないね。もしかしたら若干消化圏かぶるか。でエルフ出すでしょ。でこれはですね、先にあれか、ダグザか。イビルツインはあのリーラーのね、リンクタイのリーラーの効果で、カードを破壊できる効果があるから、まあダグザのこの効果と相性がねすごくいいということはまあ有名なんですが、まあ、とりあえず一旦キスキルを蘇らせないとあかんやつで、ダグザ効果、なんか効果が発動するとデッキからアーティファクトカードを魔法トラップゾーンにセットできるような効果、そしてエルフ効果でキスキル戻ってくる、まあ、もう一体ちなみに出力できるとここにマスカレーナも追加できたりするんですが、ちょっと今回は余裕ないので普通にキスキルいきます。ラグザとキスキルトリートでキスキル、あとまた間違えたわ。ちょ、まあれだわ、出す方向毎回毎回これ癖なんだろうな俺。これちょね、皆さんはねこの真ん中にモンスター出さないようにした方がいいです。これ毎回毎回やるわ俺。ちょ、いい加減あの癖づけないでやばい。この真ん中 を開けておいた方がいい。右に出す場合はエルフをじゃないとリンク先が埋まるんですよねこれ。薬間違えました。またやってるこれで、こうするでしょ。で1枚ドロー入れる。一応、まあ、すぐ打てるようにこうキスキルにしてるんですけど、これキスキルにしない選択肢も全然あるんですね。シャロットで魔法トラップ無効にするときにコストにすればいいからっていう話なんですけども、これね、これリンク先右向いちゃうのマジでゴミだわ。まあ今はマスカいないかそんな関係ないけど、これ癖づけないとダメだこれ。さあかかってこい。増字ぶん投げてエルフで蘇生もできるし、デスサイズセット割れるから、おい、あーひぇひぇ、打った方がいい、まだ早いか。いやマジでちょっとマジで勘弁してください。あー、はい、ちょっとやばい、耐えろ。ラーの弾はでも対象に取れず攻撃できないからな。こいつは結構強いぜ、実は強いぜ。リンクスライムにすれば問題なかろうなのだ。そして俺は耐久しろ、ガーディアンスライム、やばい、マジでこれラーデッキじゃん。さすがにラーデッキはやばいんでねえか、それはやばいんでね。所有者の刻印、キモキショ、変身ラー入ってる、やばい、そりゃそうか、ラーデッキだもんな。ちょ、やばいやばい、俺もしかしてこれ死んだ。太陽神合一持ってきてたね、あの人。待って、太陽神合一は確かラーの玉神竜がいるとなんかセットしたターンに打てるみたいな、なんか意味不明なインチキ効果を持ってた気がする。やばい、これ立て上がんだよねこれ。自分が相手のメインフェーズで100にないようにライフ払って、うーわー、やばいこときたちょっと待って、お前ハウンドガンギマレすぎだろ。